ここからは現役の警察官とともに近年増加する特殊詐欺について解説していくコーナーです。解説は鳥取県警生活安全企画課羽田孝之警部補です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて羽田さん、今の時期特に注意したい詐欺は何でしょうか。はい、それがですねこちらなんですね、はい、副業名目の特殊詐欺、うん、これはですね本当にご注意いただきたい。特に若い方、うんうん、本当にこれご注意いただきたいんです、はい、あの副業となるとあのメールですとか、はい、あと広告、携帯のね、うん、広告などでもよく見たり聞いたりはしますけども、はい、どうしてこの時期注意なんですか。そうですね、特に副業というのは隙間時間にやろうかなと思うことが多いと思うんですけども、はい、夏休みであったりだとか、うんまあ、4月から、ね、会社に入ってだいぶ慣れたというところで何か片手間にできるものないかなというこの時期、うん、本当に気をつけていただきたいんです、うん、ではその副業名目の詐欺、実際に私たちの生活にどれくらい身近なのか街の人たちに聞いてきました。副業に関するメールや広告見たことありますか。なんか YouTube とかでよく見るやつですよね。空いてる時間にやれるみたいなのがよくあるんで、なんか本当なのかなとか思いながら。 LINE で楽して稼げるみたいな内容だったんですけど、はい、いや、 やっぱり怪しいなって思います。また子供がいるこちらの夫婦は、勝手に広告ポップで上がってくるんで、今でも私のスマホを勝手にはないですけど、まあ、ちょうど一緒に見たりとかするときに、ね、ややこしいの上がってくるとなっていうのありますね。子供が勝手に携帯持つようになったらちょっと心配ですね。実際に被害には遭っていないものの、メールや広告を見にしたことがあると答えた人が多くいました。あの心配という声も大きく聞かれましたが、松林さん、あのご自身の周りで何か経験とかありましたか。こういったもちろん目にすることもありますし、はい、あの企業支援が多いので企業も楽して稼げるみたいな内容で流れてくることもよくあるっていう感じですね。結構やっぱり私たちの身近に迫ってきてるなという印象ですよね。ではその副業名目の詐欺、実際の被害状況を見ていきましょうか。はい、そうですね、まあ、見ていただいたらもうすぐに分かるんですけれども、はい、2021年から2023年ないんですね、はい、ところが2024年7月末で7件、うん、876万円と急激に発生増加しているんです、うん、どうしてこんなにもうギュッと急に増えたんでしょうか。はい、それはですね、まあ、これもあくまで推測にはなるんですけれども、はい、一般の方々の間に副業というものが定着した、うんうん、隙間時間を使って何かするという意識が芽生えてきたということと、はい、あとは犯人側がですね手口が非常に巧妙で、それが非常に、まあ定着してしまったというのがあると思われます、うん、なるほど、まあ、副業へのハードル、私たちのハードルがすごい低くなったとともに、その手口というのが確立されてきてしまっている、ね、ということなんですね、はい、ではその手口一体どういったものなのか、こちらをご覧ください。ある女性がスマートフォンでゲームをしていたところ、登録すると7万円キャッシュバックという副業に関する広告が表示され、その広告をタップしたところ、 LINE アカウントが友達登録されました。その後そのアカウントから7万円のキャッシュバックに応募しますかなどメッセージが。女性が応募することを伝えると、突然の電話。女性が出ると、私はこの副業の担当者です。それは担当者を名乗る男からの電話でした。この副業は月に65万円稼げます。先生からサポートしてもらえるので、先に指導料を払ってください。女性はその後2回にわたり、指定された口座に指導料として合わせて45万円を振り込んだということです。
はい、再現 VTR ご覧いただきましたが、改めてその手口こちらです、はい、まずは簡単、そして楽して稼げるなど甘い言葉を並べた広告が出てくると。はい、そうですね、はい、でそういったものをタッチすると、今度は犯人の個別のやり取りへと移行する、犯人が誘導するということですね、はい、そしてその後が犯人が指導料、サポート料などそういった名目でお金を要求するということなんですが、はい、中井さん、ご自身お子さんもいらっしゃいますが、こうした手口ご覧になっていかがですか？そうですね、スマホを持っているので、うん、常に一緒にスマホを見ているわけではないので、うん、広告が出てるんじゃないかなってちょっと不安になってます、うんうん、なんか気軽に、ね、タップもできるので、うん、もうすぐにその犯人の思惑通りになってしまうっていうこともありますけども、このような手口の他にも何か特徴は羽田さんありますか？そうですね、他に挙げるとすればですね、最初本当にただ動画を見ていいねをタップするということでお金が稼げる、うん、はい、実際数百円、千円ぐらいお金が振り込まれるんですね、はい、そうすると、あ、本物だと信じてより稼げるものに行こうとすると、うん、そういったことがありますし、うん、また中にはですね、サラ金とか消費者金融からお金を借りるようにということで、あ、まあ、強要されるような形で借金を負わされてしまうというようなこともあります、うん、では私たちはそのような手口に合わないためにどうしたらいいんでしょうか？はい、そうですね、まず一番これ大事なことなんですけれども、はい、簡単に稼げる、例えば月に60万円可能です、5万円可能です、はい、なんていう甘い話はありません、はい、ですのでそういったお金が稼げる、楽して稼げるというものは詐欺だと、もう鼻から疑っていただきたい、はい、で副業でお金を稼ごうとしているのに逆にお金を要求される、うん、おかしいですよね、はい、で特にこれが必要な経費だと言われたりするんですけれども、まずお金を要求されたらん？と思って立ち止まる、はい、その上で親御さんだとか友達だとかに相談するんですが、ぜひ警察#9110、はい、またはですね、最寄りの警察署なんかが簡単に相談できると思いますので、警察にもご相談をいただけたらと思います、はい、そうですね、皆さんくれぐれも警戒するようにしてください。ここまで鳥取県警生活安全企画課羽田孝之警部補とお伝えしました。